小笠原慎之助は神奈川県藤沢市出身のプロ野球選手。左投げ左打。中日ドラゴンズ所属。弟は神戸三田ブレーバーズ投手の小笠原智和。小学1年から全校スポーツ少年団で野球を始め、全校中学校では湘南ボーイズに所属。2年夏には全国ベスト4入り、3年夏には全日本中学。 野球選手権大会ジャイアンツカップで優勝を果たし、代表選手入りした U-15 アジアチャレンジカップでも優勝を経験した。この時期、長坂秀樹の野球塾で個人指導を受けていた。東海大相模高校に進学すると1年春からベンチ入り。2年の夏は第96回全国高等学校野球選手権大会に出場し、 吉田良らと140キロカルテットとして注目を集めたが、初戦で松本祐希要する森岡大付属高校と当たり敗戦した。自身は1回1、3を投げ、無失点3奪三振と高騰した。3年夏には神奈川県大会で27回30奪三振、防御率0.00の成績で第97回全国高等学校野球選手権。 大会出場に貢献。甲子園では、初戦の商工学院戦では、リリーフ登板し、時速152キロメートルを記録した。決勝戦の仙台育英戦にて、佐藤瀬名と投げ合い、同点の9回表には、優勝を決める勝ち越しソロ本塁打を打った。甲子園、通算26回1、3、23奪三振、防御率3.08。 また 2015WBSCU-18 ワールドカップの日本代表に選出され2試合8イニングを投げて防御率0.00の高騰で準優勝に貢献したがその後の国体は左肘滑膜かつ幕の影響で登板を回避したその後の2015年10月22日のプロ野球ドラフト会議にていずれも 高橋純平の抽選に外れた中日ドラゴンズと北海道日本ハムファイターズから一位指名を受け、抽選の結果中日が交渉権を獲得。11月23日に契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円という高卒選手では、球団初の最高条件で仮契約を結んだ。12月11日に入団発表が行われ、背番号は、 前年限りで退団した、川上健信の11を継承することとなった。2016年は、開幕から2軍生活が続いていたが、5月31日に1軍に昇格し、対福岡ソフトバンクホークス戦でデビューした。5回を投げて1安打一失点として、勝利投手の権利を得て降板したものの、後を受けた投手が8回裏に逆転を許し勝ち防止はつかなかった。 9月4日の対読売ジャイアンツ戦で7回3失点10奪三振の高頭でプロ初勝利を飾った。この年は打線の援護に恵まれなかったこともあり2勝に終わるが防御率は3.36だった。シーズン終了後の11月、左肘有利軟骨除去手術を受けた。2017年は前年11月の左肘の手術の影響から、 開幕は2軍で迎えた。5月6日の大巨人戦がこの年の1、軍発登板になった。しかしこの年もなかなか勝ち星が伸びず、8月5日の大巨人では3本の非本塁打を喫して、3回1、3、8失点で越されるなど、1発病に苦しむことになった。9月19日の大巨人戦で2失点でまとめて、プロ初関東での勝利投手になる。 最終的には5勝8敗、防御率4.84、投球回119だったが、シーズンを通して、基本塁打の多さに苦しみ、最終的な基本塁打数は21だった。2018年は、オープン戦などの高騰が評価され、自身初の開幕投手を務めた。7月28日の大巨人戦で、プロ初完封勝利を挙げるなど、5勝を挙げていたが、 8月11日のタイヤクルト戦で左肘の違和感を訴え、翌8月12日に登録抹消。9月4日に左肘有利退場拒絶及び左肘等形成術を受けた。2019年は左肘手術からの復帰を目指していたが2月の投球練習中に左肩痛を発症し、復帰が遅れ、6月24日のウエスタンリーグ広島戦で、 実戦復帰。一軍復帰当番となった8月10日の DNA 戦では5回に失点で勝利投手の権利を得て降板したが、後続投手が点差を守りきれずさよなら負け。三度目の当番となった8月28日の阪神戦で396日ぶりの勝利を挙げた。最終的には3勝1敗、防御率2.56の成績を残した。2020年は、 プロ入り後最小となる4投板に終わり1勝しか上げられず、防御率は7.11と自己アーストの成績だった。ゆったりとしたオーバースローのフォームから最速時速 152km のストレートと決め球であるチェンジアップ、スライダー、カーブを投げ分ける。ストレートに関しては本人は重いと自己分析しており、ボールを受けた高校の後輩保守が 左手人差し指を晴らして悶絶したことがあるという。特に、チェンジアップの使い手であり、2016年から2017年の2シーズンでのチェンジアップの空振り率は、22.2%、21.3%と高い数値で推移している。また、いわゆるフライボールピッチャーであり、2016年から2017年の2シーズンでのフライアウトの比率は、 49.4%、49. 51.7%である。新之助という名前は祖祖父に付けてもらったとのこと。高校時代の同級生でライバルでもあった吉田亮とは親友である。高橋周平は小学校、中学校と少年野球チームの先輩であり、プロでも同じチームでプレーすることになった。小笠原曰く、小学校の時も公園で一緒に野球しました。 同じチームで心強いです。その高橋からもらったお下がりの服を私服にしていることが多い。球界では球団 OB の山本雅、誕生日が同じというきっかけから国母勇気を敬愛している。また、目標とするプロとしての選手像は、新庄強のそれである。プロレス団体、WWE の大ファンであり、特に藤並達次を敬愛している。また、 プロレス団体新日本プロレスの内藤哲也のファンでもある。総合格闘技団体 UFC のグローブを衝動会して公開したことがある。SKE48 の大ファンでもあり、推しメンは松井樹里奈である。小学校時代から松井を応援しており、小笠原は大声ダイヤモンドの時から知っていました。めっちゃ若いな、一生懸命だなって思ってました。 と感激していた。食生活では高校時代にトーストの上に白いご飯を乗せて焼いたものを食べていたことがある。プロ入り後は米田の白のワールがお気に入り。2018年10月22日、出身地である神奈川県藤沢市の藤沢市災害復興基金へ100万円を寄付した。ありがとうございます。